おはようございます、えー、今日の話は鍵山秀三郎さんの人生を開く百の金言という本の中から割に合わないことをやるという話です人間の体に栄養が必要なように心にも栄養が欠かせません体の栄養は食物ですが心の栄養は自分のと得,得にならないことをやることです得することしかやらない人は心の栄養は欠乏して人間が癒しくなるんです 合理で割り合わないことほど将来良いことが起こる種まきになります逆に都合のいいこと利益が出ることをやって人からうまいことやってるなと思われるようなことをしていると長い目で見るといいことが起きません逆にマイナスのことが次々と起きてきます今の人は自分にとっての好都合ばかり求める傾向が強いですねけれども自分の好都合というのは人の不都合につながることが多いものです にもかかわらず、自分の好都合さえ満たされれば、それが幸せだという考えが不幸のもとなんですね。王道とは、労を多くして駅少ない道、波動とは労を少なくして駅多い道という言葉があります。昨今はコツコツと積み重ねる努力を嫌って、一攫千金や濡れ手に泡ばかり狙うという風潮が多くあります。 ギャンブルと同じで一発逆転を狙って全財産を積み込み結局は根こそぎ取られて破綻するというパターンになりやすいものです割に合わないこととは大きな努力で小さな成果を得ることですそしてそれはすぐには成果が出ません鍵山秀三郎さんは、うん、誰にでもできる簡単なことを誰にもできないほど続けてきたと言います誰にでもできることとは例えば掃除ゴミ拾い早起き読書勉強等々です どれもすぐには成果の出ないことばかりです損と徳とあれば損の道を行くことダスキンの創業者鈴木誠一さんの言葉です徳の道とは自分の欲や利益を優先させる自分さえ良ければいいという利己の道です割に合わないことはしないという人なんですね損の道というのは自分の利益は後回しにして人の幸せや喜びを考える利他の人です 我に合わないことをする徳を貯める人です自分の都合ばかり考えずに王道を歩む人でありたいじゃあ今日はこれで終わります